はい、皆さん会いました。始まるね。YouTube 始めてた。てたんだわ。始めましたってよく言うじゃん。底辺 YouTuber のなんか、本当に人気になりたい。もう人気になって富と名声、承認欲求を満たされたい。そして金も満たされたい。もうすぐ欲が満たされたいってやつがやる最初のタイトル、YouTube 始めました。誰も知りたくねえんだよ、そんな情報や。おめえみてえな、ちんけなやつ。よくわかんねえやつが始めましたよ。だからなんだよって話なんですよ。はい、土星論、論破。いや、何に論破したの、ね、それただのうるさいやつだから。論破ももっと静かに言うから、ね、はい、論破。みたいな感じで。うざけるけど、まあ、うるさくやっちゃってるから、ただの暴言。名誉毀損。お縄にかかって、留置所 GO。留置所へ GO。ポケモン GO みたいなノリで言うと思った。ノードノー、ノンノノ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 年齢な事務所の関係で何枚かノンになノンノンになったよ。ノンフライに間違えられてたことがあるってエピソードがあったら面白いね。いやもうなんかもうよくわからないリズムで話していきます。いたたたたたたたいててんだてててんだてててててんだてててんだてってってって言いづらい。ライ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 剣。攻撃力3600。引く3597。引き算させるっていうね。させる。させる。いいえ。いや、ここの指、絶対指詰められた人。指詰めるってなんだろう。ググろう。ググると頭悪くなるんで、ウィキリまーす。いや、ビグリまーす。ののサファリまーす。いや、ファイアーフォックス。引きつねりまーす。ファイアーフォックス。いや、まあ、そんなことより、フォークダンス。いや、フォークダンスわかんねえし。フォークダンスの部分は、ここ、フォークの形にする。いや、これ結構、あれなんですね。モンストの敵にいるフォークでね。モンストの敵が持ってる武器のフォーク。いやまあね、そんなことより皆さんでね、笑顔でフォークダンスを踊りましょう。いや。ショー、フリースタイル TV。うぜえよ、ほんとうぜえわ。まあ、でも対人恐怖症っていう設定なんで、この画面を見て目を合わせないっていうね、で、やっぱ、リカちゃん人形とか、ああいうね、可愛い系の人形って目合わせないんですよ。バービーちゃん。バービーちゃんって目合わせないんですよね。目が合ってそうで、どこに行ったって目が合わないようになってるんですよ。それがね、共感を与えられた目合ってまーすね。ちょっとお尻が痛いんでね、お尻、そういう病気じゃ気にすんな。いやーね、俺、こういうね、アングルでやるのがなんでいいかってね、楽だから。楽を求めるクソ人間、どうも、はじまきょうしろうです。クズ協会に入ってます。会長なわけないじゃないですか。まあ、クズ協会会長はね、もう幹部でさえ、蛭子よしかずだから。もうパネーズ、あそこって。大事なところで噛む、底辺 YouTuber あるあるー、シガンということでね、シガンしちゃう、あるあるー、バチということでね、シガンバチでした。あるある火鉢っていうことでね、シュワ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 。今ね、その編集技術がないんで、火の演出手でやっちゃう。そして指紋バレる、住所特定される、人生終わった。まあそんなことよりね、もうすごいアングルですよ。ローアングルにも程があるぜ。いやまあそんなことよりね、寝ながら喋りますぜ。ああまあ本当に喋るだ。マジでなんかね、最近なんかね、唐揚げ食ったんすわ。唐揚げ食ったら中に変なジェルみたいのが入ってて美味しくなかった。それもなんか変な入りごまみたいのがあってさ。ねえ、もうびっくりしましたよ。ねえ、ごま唐揚げって絶対そいつ食のセンスない。絶対金稼ぎで始め出す。いや、とりあえず唐揚げ作っといたら売れるだろうっていう考えでやったやつだよ。で、ちょっとアレンジ加えればもっと売れるだろうっていうね、クソみたいなやつの考えだ、マジで。クソまずかったわ、マジで。って言いながらね、味付けはうまかったんすわ。でも残念ですよね。なんかもう、地下、デパ地下の唐揚げ食いて、デパ地下のローストビーフ食いて、
デパ地下のステーキ食いて、デパ地下のトンカツ食いて、デパ地下のナゲット食いて、デパチケの、デパチケっていうね、デパートチケットっていうのがご存知ですかって言ってね、こうやって YouTuber は提供動画の流れにしていく。皆さんも勉強しましょうね。これ、秋元康さんのものにします。もみもみ、どうもー、するです。スネ夫みたいになっちゃいました。それがわからない人ね、ググってどうぞ、ペイペイ。いやーもう底辺 YouTuber はね、もうね、YouTuber っぽく、寝た、もう寝てますから、寝てこうやってやるってね、ほんと視聴者に失礼な感じで、もう失礼系 YouTuber ですよ、僕はね。ゲップもするわ、ヘも濃くよ、でも口は臭くないように、管理はするけど、脇は臭い。ケツも臭いし、ケツも臭いし、その、チンコを短く言いたい。2文字で言いたい。棒、棒は分かんない。肉棒。ニューも臭い。ニューも臭い。足は動いてないから臭くないっていうことね。そんなね、汗かいてねえのに足臭かったら本当にそれはマジで痛風。それ糖尿病、足腐ってる証拠。それは新しい SK YouTuber。いや、イン踏めてないし、ただなんかそんな感じで、イエーイみたいな感じでやったら、ラップできると思うなよ。ラップの世界は厳しいんだぞ、ほら。まあ、ということでね。ね、なんでこんな YouTuber ができたんだろう。まあ、底辺 YouTuber、俺 YouTuber じゃないから。YouTube に動画投稿してる人だから、その、あのね、まず俺 YouTuber って言葉はやっぱその YouTube の動画で食っていこうとするとね、絶対つまんなくなるんですよ。なんでかって、その、数字が取れるやつの思考ってつまんねえもん。数字が取る、わあ、面白いって言って見に来るやつって大体つまんねえもんしか見に来ねえじゃん。PPAP とか。あれはジャスティン・ビーバーか。ジャスティス・バービー人形。正義のリカちゃん人形。そんなことよりみんなね、ジャブジャブ出てくるジャブ、それは一つの恐怖ミステリー、ホラーミステリー系 YouTuber の羽島恭志郎です。こうやって手相を見せてってね、個人情報をね、開示していくんですね。あらら、殺しのライセンス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 、闇を切り裂くわ、ジェット機、ジェット機、雲は晴れたかい、ドロロ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 、ステイヒー、君となら、Stay here, stay here. Why, why, wanna be a part of your life? バリュー事件ってかわいそうだよね。カスちゃんに言っちゃって。でもさ、カスちゃんが遠行してるってのあれ全部嘘だよ。簡単じゃん。あれ出てんのってあれだもん。ウンダホじゃなくてなんだっけ？六面ステーションの。あれだよね。パンチくんじゃなくてなんだっけな。なんだろうあの人。やべえ、わかんねえ。うわぁ。シモディだ、シモディのその童貞が一日なんちゃら、あの彼女を作ってデートできたらってやつのやつだから。で全部さ、そのこのね、胸とか出してるやつとかパンツをこうやって見せてるやつって顔がないじゃないですか。あーもう作りがですよ、クソ野郎だよなんて思いません、思いませんやん。あーでもね、10月になったらね、またね、クストステージにみんなが見れるんすよ。だってピンキーが言ってたじゃないですか。まあね、来年の4月あたりから普通にまたね、何もなかったように始めてほしいです。でもやっぱ何が気持ち悪いって、簡単にさ、ああいう人気の絶頂の時は何も言わないで、こういう時になったらボコスカ叩くっていうのは全員キモいなって思うよね。運もこぞってさ、
みんなそれで再生回数稼げてもらったのヒカキンも感謝なんてねえよなって思うけど、俺そんなことみじも思ってないです。でもね、俺今回の事件誰が悪いかなんて分かんないからっていうね、柴田みたいなの同じこと言っちゃうけど、ヒカルもね、多分ね、3600% 悪くて、なんかバズのと、あれですよ、バリューの密な関係のやつがね、2億6万パーセント悪いです。でも、ヒカルさんは 100% の36倍悪い。というアンサーが出ました。こうして、世の中のトリビアがまた誕生した。ヒカルさんは 100% の36倍悪い人。いや 100% っていう人が悪い人みたいな。100% くんっていう、こう、基準ね。基準ってなんだよ。その間違い方はないわ、本当に。大和ハウスだわ。大はないわ、大は大は、ここにいてるから一旦大よ。頭かゆいよ。かきすぎてなんか、皮膚が剥がれ落ちて泣きそう。俺ね、歯磨きするようになった夢があって、そのヘキトラハウスとコラボした時にね、なんかここの歯が揺れるって言って、あ抜けそう、ポンって抜けたら、このね、上の前歯以外が全部抜け落ちるっていう夢を見て、ヘキトラハウスに抜け、歯が抜けるドッキリみたいので、ブラーンって歯が抜ける夢を見たんですよ。それ見てからしっかりとね、歯磨きするようになりました。はい、って言って、今日してません。でも怖くない、その夢。前はここら辺の歯が3本残って全部抜けて、ここら辺もなんかあったかな、うん、上の前歯2本と下の前歯2本とここら辺の1本だけになったっていう恐ろしい夢見ました。はい。でもなんか夢の中だから噛み合わせはしっかりできました。歯じゃめえみたいな感じで普通に喋れてたけど、歯がバラーンって抜けるっていう恐ろしい夢見ました。本当に恐ろしい、恐ろしいよ、そんな夢。みんな見たことある、ね、ヘキトラハウスに歯が全部抜け落ちるドッキリって言って、ボロン抜けちゃいましたってやるって言ってたら、ヘキトラハウスがドン引きしてるっていう夢でした。いや、ちょっと狂気ですよね、その夢。サイコパスとかじゃなくて、普通にその夢見て怖かったっす、俺は。いや、ほんと怖いわ、その夢、マジで。だから本当これからしっかりね、朝昼バンバンババンバンね、しっかり歯磨きしていこうと思います。朝昼バンバンババンバンってさ、それあれだろ、バンバンバーン、エクソじゃないんだからさ。あれエクソか知らねえよな。名前がいっぱいありすぎてわかんねえんだよ。ビッグバンとかエクソとか超特急とかさ、超新規とかようわかんねえんだよ。もう名前一個に登録しろ。キムチーズとかいう名前にしろ、全員で。はい、ディスりました。これ国際問題になります。はい、国際問題になりまーす。自主的に国際問題にしていくスタイル。いいじゃん、名前がさ、一つになっちゃって。そしたら、じゃあ日本の何々アイドルも合併すればでな、日本のアイドル合併するのはね、日本のは僕覚えてるんでいいさ。TWICE は分かれます。で、銀杏少女たちじゃなくて、なんだっけ。少女時代だ。少年時代みたいな名前のね。少女時代、バンド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 、 K-POP がね、フジテレビのね、そのあれですよ、ミレニクトダイレクトじゃなくて、サブリミナル効果だ。サブリミナル効果でね、プルコギとかね、そういうのいっぱいあるんですけど、俺普通にね、コストコのプルコギ好きだからね、うまいけど、あれいつも俺ね、3分の2、4分の3しか食えないんですよ。いや、3分の2だ、3分の2しかいつも食えないんですよ、多くてね。2本目絶対無理だし、2本目冷めてるし、あれ結構量あるしな。でもいいよね、コストコの仕様。海外のやり方じゃないけど、ペプシ買ったら、ペプシ何回もおかわりできるシステム、あれ最高。コップもらって、はいどうぞって言って、おかわり10代ですよ、みたいな。もう最高だ。もうコストコの会員になろうって、15歳が誰まっかーさ、大佐。どうも、マーシャル将軍です。どうも、チェ・ゲバラです。どうも、ヨシフ・スターリンです。どうも、なんだっけ、アドルフ・ヒトラーです。はい、どうも、フリードリヒ・ニーチェです。どうも、マザー・テレサです。どうも、モハメド・ガンジです。ちゃうわ、それ多分、ちゃうわ。なあ、どうも、毛沢東です。で、残虐な人たち並べていくってね、マザー・テレサとか入ってるし、なあ、なんでフリードリヒ・ニーチェが入ってんだよ。
はい、へこきます。はい、あのね、あの YouTube 始めましてもへこきます。あー、いいへ出ましたね。ほうへありっていう風にタイトルしたらね、これ、書きますよ。この SE、あの一応クリエイティブコモンズに入ってんで再利用可能です。まずはね、こうおならするシーンで、僕のね、あの今のね、ちょっとね、水っぽそうな、水っぽそうで、水っぽいけど、僕の感じは水っぽそうじゃない音って。体感としては水っぽくないけど、音としては水っぽいに近い、36分の1水っぽいおならっていうね。ちょっとね、もうよくわかんない例えするのやめてくださいっていうね、あのリスナーの意見、俺リスナーっていうね、あの俺はリスナーの意見からも見てるんで、あのそういう意見が来ましたらね、これ以下はね、もっとね、ボルケーノやなみたいな感じでね、そのあのね、例えていきます。例えていく、例えていく、さばいていく。何をしているでしょうか。これはね、玉袋を描いているでした。金玉袋、まあね、人間の睾丸ってあれでしょ、玉でしょ、ゴールデンボール、ゴールデンアイ、チュルンチュルン、007、777、777、777、あれ、777か、わかんねえ、まあ、そんなことでみさん、オールバックにしましょうよ、髪の毛。あのパチンコライターのあれ、ヤルゴの燃えかすじゃなくて、あっちだよ。シーサの回路法日記みたいなオールバックにしましょう、みんな。でも、パチンコライター、パチスロライターって、パチスロライターとかみんな低評価多いね。あの頃のシーサじゃないって言ってね。どの頃見てきたんだよ、おめえはよ。なあ。お前はよ、ジ・アースか、お前は。地球の母か。聖母か。なあ、お前何年生きて何かとっとんねん、お前よ。あの、子さんぶりやがって。決めえんだよっていうのがね、俺はこれから絶対来る。でもまず俺ね、あんまり水溜りボンドが遠くなったとか言う人いるけど、俺はそんな重くないし、まずそもそも近くねえしな。何近い存在だと思っちゃってんの、なるなるしいんですけど、死んで詫びろーってね。いや、重すぎる、重すぎるよ。ちょっと、そういう、あの、よくあるテンプレを、アンチテンプレ流しただけやん。やばいよ、それ、独裁国家、マジ独裁国家。マジ挑戦。ノーノーノー。今やばいよ。はい、ダメでーす。はい、プレゼントコード引っかかりました。ね、あの放送コードですよ。はい。歴史プロファイルじゃなくて、なんだっけな。歴史プロファイルじゃなくて、コンプライアンスだ。あのね、歴史プロファイル、あ、また屁こぎました。屁がブッペ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 って出るってよく言うじゃないですか。ブッペブッペ出るって言う。今のブッペじゃないし。ブスーってね。あー、よくわかんねえな。髪だな。こんなになれるおられるで。ビーズ知らないんですよっていうわけじゃなくて、あれ、小袋だ。ごめんなさい、間違えました。消えそうで。ノーノー消えません。あと3000年は行きます。あのね、あの見上げすぎて見下す。見下しすぎて見上げてる。あれ面白いよね。やっぱ、オダッチ面白いわ。はい、はい、出ました。日本人の悪いところ何でも略す。ね、オダ栄一郎大先生面白いわ。ということでね、ヨシフ・スターリンということで、今日の動画はね、あの、過激な言葉をね、羅列して、玉袋を書いて、玉袋かゆい字。どうも、玉袋切れ字です。いやー、僕字じゃないです。変な病気です。なんか変な病気ということでね、次回の動画で会っちゃうんだな。僕の魅力に倒れつかれて、いや、それは悪霊。倍のみバイナリーオプション始めませんか。概要欄に貼ってねえから !Twitter のリンクしか貼ってるから !Twitter のね、フォローして僕にね、その、囲いのようなね、温かいコメントを送っていただければね、僕のね、
あの気持ちが満たされ、承認欲求が満たされます。チャンネル登録高評価すれば僕のね承認欲求がより、承認欲求がね埋められますから、承認欲求が満たされますからお願いします。そしてねコメントもすればコメントでその囲いのコメントしてくる承認欲求が満たされます。承認欲求満たされるためにやってる方違うって、これ、まあ、小銭稼ぐためにやってるんですわ YouTube。 なきゃないじゃないですか普通にね。俺ねまあ終わると思ったでしょ花さん。今ねそのドンと音がしてお母さん帰ってきてるなと思う、ね、親フラー、あまた出た日本人の悪いところ、親フラグ、両親フラグ、血のつながった他人フラグって、ね、血のつながった他人ってね、まあそんなことじゃなくて、なんで YouTube 始め方簡単で、そのジャパン TV いるじゃないですか、ジャパン TV100 ってやつ、あいつが始めた頃と同じくらいに YouTube の動画を撮ってたんですよ。なんで俺下手したらジャパン TV の2のあのジャパン TV になってたかもしれないんですよ、あの本名でね。でもね、あの僕そのジャパン TV より頭悪かったんで動画の上げ方知らないんですよ。だからねみんなさよく YouTuber、ガキにはクソだって言ってるけどさすごいんだよ。俺なんてバカすぎて動画も上げられなかったんで、すごくね。そこなんで褒めれねえのおめえら、利用規約違反だからって頭ごなしに怒って、そういうとこだよ、すごいんだよ、そういうとこ褒めていかないとクソどもがや。はい、ゆとり世代の抱負、よくわかんないな、よくわかんないけどさ、すごいんだよ。あのね俺見てバカすぎて、あの何もできなかった、はぁみたいな感じでね、もうなんか口から脳汁が垂れてるような少年だったんだね。本当にバカでね、YouTube なんかログインできないし、アカウントも取れないし、パスワード覚えられないし、パスワードいつも紙に書いてたんでね、パスワードなんか覚えられませんよ、そんな感じでね、本当、そんなバカな少年だった。でも、頭がいいって、普通に知識はあるんですよ。そこを褒められない、あなたたちはダメだよ。そこっていうのが分かる。俺はそういう意見が分かるから。でもあなたたちは当然のようにアカウント作ってね。おなきんタイマー、乗り行きキャスでうんこなうってやめろよ、そんな。なんでうんこしてるな。便を催してる。大便を催してる最中にな。ツイッターやんで、それ黙祷なうってやるやつと一緒じゃねえかよ。偽善者が。この人は偽善者じゃないけどね。黙祷というか偽善者って簡単でね。誰が偽善者で誰が偽善者じゃないか。募金したら偽善じゃなくて、ただツイッターで募金しましたとか、あの黙祷なうって言ってるやつが偽善者です。だから、そのね、ヒールをかぶってでも募金しましたってことを言わないやつが本当の善、いいものですっていう、簡単な定義なんですよ。だから発信しなければもうそれは善なんですよ。今の時代はね、発信だからね、不謹慎だって言ってるやつよりは、いいやつですけどね、その人たちが募金しましたよ、黙祷なうって言ってる人の方が。いや、黙祷なうって言ってる、あやなんは悪者です。キモくね、黙祷なうってツイッターでつぶやく。いや、何それ、黙祷なうってね、あの、ブラインドタップの練習ですか？はい、ということでね、あの、渾身の一撃が決まった。なんで YouTube 始めたかって、あの、動画撮りたくて、動画撮りたい理由っていうのがね、その、チョコボールを効率的に、もう毎回言ってるんですけど、チョコボールの銀のエンゼル、金のエンゼルを効率的に集める裏技のね、ズルを探そうと思ったら、なんか、チョコボールの紹介動画に行き着き、その中でもチョコボールの紹介で喋ってる人がいて、ハスカップを紹介して楽しそうって思って、で、動画を撮り始めて、ベイブレード紹介したり、チョコボール今日も出ませんねって言って、すごいです、その頃もね、やっと自転車に乗れるようになった頃ではなくてね、歩いてきました。その小学2年生だけど、俺僕その時まだ自転車乗れなかったから、うん、テコテコね、あのね、近くのねコンビニ、まあバレちゃうから遠くのコンビニってことでしょ。僕はねその群馬のね山奥に住んでるって設定なんで、まあ、遠くのコンビニはテコテコ歩いてチョコボールを買って帰って行ったわけですよ。いつも愛想のいいおばさんがいました。はい、でそれで動画撮って、あ今日も当たりませんねみたいな感じでやってたのを、動画できなかったけど、それを今やってる感じ。今その独り言、なんで俺独り言病で、あのいつも普段でもこんな感じでバカみたいに喋ってるんですよ。動画つけてなくても、これ病気なんでね、あのそういう職業病をね、職業しなくて趣味病です。はい、でまあそんな感じかな。あのねちょっと眠たすぎて、あのね、あの G doing したくて、うっせえな、びっくりすんだよ、
なめこがね、たまりました。G-Doing したいんで、おい、Siri は開かない。Siri は開かないと Siri に言う。Hey Siri。おお、すげえ。あ、そっか、充電中だからだ。いや、ただの頭悪いやつじゃん、俺。いや、単純に気持ち悪かった、今。ただの頭悪いやつじゃん、それ。おお、すげえって言って。充電、iPhone6 は充電中はその。写真撮らないよ。さよならするバイバイワン。まあそんな感じで YouTube やってますね。まあ尖った動画とかやってるから、まあ流れ解散でご苦労さん。うわー、終わってない、泣いた、もう泣いないのない。まあということでね、まあ、今日はちょっと G-Doing したいので、まあ、G-Doing ってね、何かというとこういう行為ですね。はい、まあ、これはその指の隙間にね、風を入れて気持ちよくなる行為を G-Doing って言います。はい、ということでね、まあね、まあ、今日の動画もね、その野生爆弾するみたいなね、ご苦労さんって言って終わろうとしたんですけども、録画停止ボタンをね、押す間違えてしまいまして、普通に押せなかったと。まあ、ここからね、人生の分岐が始まります。多分こうってなってると思いますけどね。戻っちゃった。2本と思ったでしょう。1.5 本なんだわーって。ここがぷっくらしてこうなっていく。まさに餅のよう。いや、餅はこんなに平べったくない。これでこうならわかるね。こんな餅ないわ。そんな、スイカみてえに薄い。スイカみてえに薄い。いや、お前、どんだけ分厚いの。いや、まあね、ちょっと喋りすぎて喉が枯れちゃったり、あの歌歌いすぎて、変な歌って言いすぎて、変な歌い方をしすぎて、喉が枯れちゃいましたので、もうちょっと今日はここら辺でしておきます。ほんとご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、Twitter フォローで、僕のインスタグラムを、見つけて、見つけたっていうコメントすればね、承認欲求と恐怖で満たされますので、お願いします。じゃあね。どうも、ジャパン TV2 世って言われました。で、ジャパン TV2 世ってコメントで言われたから、ジャパン TV って言われました。ジャパン TV ってコメントしてやつな、似てねえだろ、俺の方が面白いだろ、バーカ。